クールの20周年記念にポップでカラフルな T シャツを作成できて大満足です。プロ野球チームの応援グッズみたいでかっこいいですね。素敵なロケーションですよね。フォトフレームで切り取った構図がおしゃれです。こんにちは、プロ野球ジャパンのエマです。ジョージです。本日は第4回プロ野球ジャパンカップの結果を発表いたします。今年の4月から8月にプロ野球ジャパンでオリジナルウェアを作成いただきました約2万5000グループの中から素晴らしいデザインをご紹介します。今回もプロ野球だけでなく会社やショップ、サークル、チームウェアなど幅広い範囲からプロ野球ジャパンが勝手に選ばせていただきました。スタッフが厳正なる選考を行い、スマイル賞は500円分高カード人数分、部門賞は現金3万円、大賞は現金5万円を贈呈いたします。プロ野球ジャパン、はじめにスマイル賞の発表です。スマイル賞はじゃん、おはじま40歳亀谷様のオリジナル T シャツです。おめでとうございます。40歳亀谷様よりコメントをいただいておりますのでご紹介いたします。日本一遠い島、小笠原諸島母島、船で東京竹芝より父島まで24時間、そこから船を乗り継ぎ2時間の航海を到着するのがここ母島。そんな26時間かけてたどり着いた母島で暮らす今年40歳の同い年グループ、グッドフェローズの言葉に、母島の島の形を模したデザイン、ずっと前から過ごしていこうという意味合いを込めて作った T シャツですとのコメントをいただきました。ありがとうございます。作品はこちら、いただきましたお写真がこちらです。素敵なロケーションですよね。その素敵なロケーションをフォトフレームで切り取った構図がおしゃれです。 T シャツのカラーとデザインのカラーを変えてバラエティ豊かなオリジナル T シャツをご作成いただきました。プロ野球ジャパンではレギュラープリントのプリントカラーの変更は1回まで無料です。 T シャツのカラーは何色選んでも無料ですので、色とりどりのオリジナル T シャツがご作成いただけます。またプロ野球ジャパンでは小笠原諸島母島はもちろん、北海道から沖縄まで送料無料でお届けしておりますので、お気軽にご注文いただけます。また素敵な写真を送っていただけたら嬉しいです。おめでとうございます。プロ野球ジャパン、続いて部門賞の発表です。今回はお母さんいつもありがとう部門賞をご用意いたしました。お母さんいつもありがとう部門賞はじゃん、桜大本館様のオリジナルウェアです。おめでとうございます。桜大ハンターズ様からコメントをいただいておりますのでご紹介いたします。対応も早く、配送までしっかり丁寧にしていただきました。保護者もテンション上がりましたとのコメントをいただきました。ありがとうございます。少年野球チームの保護者様よりご作成いただきました。左胸にチームのロゴマーク、ピンクで鮮やかなフルカラーのダイレクトカードプリントでご作成いただきました。背面にはこちらジョージと書いてありますけど、お子様のお名前と背番号をプリントしていただきました。プロ野球チームの応援グッズみたいでかっこいいですね。選手と一緒に楽しんで応援されている姿が目に浮かびます。さまざまな応援スタイルがあると思いますが、お母さんやお父さんが楽しんで一緒に応援してくれるのが子供たちにとっては一番嬉しいと思います。素敵なオリジナルウェアを作成いただきありがとうございました。桜大ハンターズ様には部門賞として現金3万円をお送りいたします。おめでとうございます。クラティジャパン、続きましていよいよ大賞の発表です。第4回クラティジャパンカップ大賞は長めでじゃん、オリジナル記念 T シャツです。現金5万円
とうございます。作品はこちら、 T1 インドアテニススクール様よりコメントをいただきましたのでご紹介いたします。スクールの20周年記念にポップでカラフルな T シャツを作成できて大満足です。着る人も周りの人もハッピーになります。ありがとうございましたとのコメントをいただきました。ありがとうございます。20周年記念のオリジナル T シャツをご作成いただきました。20周年おめでとうございます。合計5色の T シャツにプリントしていただきました。グラデーションカラーのデザインが鮮やかでとても素敵です。お写真から楽しくテニスをされている様子が伺えまして、自分もちょっと運動をしたくなっちゃいました。こんなに楽しそうなテニスクールがあったら自分もぜひ入りたいです。25周年、30周年、40周年の際にもぜひクラティジャパンをご利用ください。よろしくお願いいたします。以上でクラティジャパンカップ受賞作品の紹介を終了します。クラティジャパンカップにご参加いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルではオリジナル T シャツ、バッグ、タオル、グッズバッグの制作にお役に立てる情報を発信しております。この動画を少しでも気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました